ジャパンチャンネルテンスです。はい、ということで、今日のオープンキャンパスありがとうございました。ありがとうございました。ということで、いつものようにアンケートに、お答えしていきます。今日はコスプレデーなので、マーブル VS カプコンです。はい、ということで、聞こえてますか？地球の裏側の人、聞こえてますか？声が通ってるかどうかね。はい、ということで、ね、アンケートの方答えていきたいと思いますが、じゃ早速まずちょっと私のからでいいですかね。大丈夫ですか？一応はい、マガプレイとかにね参加してくれた、佐藤さん、からの質問で、コピックで色を塗るとどうしてもはみ出してしまうので、はみ出さずに塗るコツを知りたいですっていう話です。コピックですね、道具でこの間漫画プレイとかでも体験やりましたけどもね、にじみやすい道具ですね。もうにじみやすい道具ですから、ゆっくり描くんじゃなくて素早く塗るっていうね、ゆっくりやったら必ずにじんでしまいますので、ストロークをね、ゆっくり塗っていくっていうのが結構ポイントですね。ぜひやってみてください。でもし塗り方聞きたかったら、またねオープンキャンパス来て質問してみてね。ね、よろしくお願いします。スピーディーに塗るといいよ。ということで、はい、次いきたいと思います。では続いて、はい、漫画イラストマスター課にいつも聞いていただいている鈴木さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。先生はこの夏一番楽しみにしていることは何ですか？おー、なるほど。西川先生、何ですか一番楽しみにしているのは？はい、ゆっくり寝るってことです。まず寝ること、まず寝ること、寝ること大事ですよね。寝ること大事ですよ。目がないと出るでしょうね。はい、寝ることと、あとはあれですね、あの撮りだめたビデオを見たりとか、 あとは、映画を見たりとかですね。はい、映画、まあ、映画といったら子供が楽しみにしてるのがあって、シン・ゴジラ。シン・ゴジラね。ゴジラ、ゴジラ。すげえ似てる。ゴジラ、月末です。月末ですね、あの4月末ですね。そうそうそう、夏もね、いろんな映画ね、あの真っ盛りになりますけど、まず皮切りにね、このゴジラをぜひ石川先生と一緒に見に行こうかなってね。行ってきます。うん、楽しみ楽しみ、いろんな映画やったりね、まずそれ楽しみだなと思ってます。はい、はい、では続いて、はい、こちらも漫画やりましたかの早山さん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。はい、見返し読み返しの回数の多い漫画アニメ作品は何でしょうか？はい、ということで、おジェシカから。はい、ぜひ石川ですね。これ使っていいですか？使っていいですよ。はい、こちら、おもう有名ですね、手塚治虫先生。はい、ブラックジャック。ブラックジャックでございます。ですね。はい、もう、まあ、大体ですね、漫画クリエイト家の皆さんっていうのは、うん、2学期夏休み終わるまでに1本作品書きましょうっていうことですね、16ページ漫画書いてるんですけども、うん、基本的に16ページ漫画書ければ、まあ、どんなこう連載でもタイムが書けるからってところなんですけども、ブラックジャック本当に毎週ですけども16ページ、12、3ページぐらい平均する感じなんですけども、ね、もうね、見終わるとたった十何ページですよ、なんですけど、本当一本の映画を見終わったみたいな感じがですね、内容の充実度すごいですよね。それを毎週やってたっていうことですね、天才、まあ相手したということではないんですけども、あ、やっぱ天才すごいですね。これから漫画家さんを目指す方々はぜひですね、必ずですね、あの、うん、見ていただきたい作品でございます。ラッチャー、ラックジャックです。ありがとうございます。ありがとう、手塚先生。はい、子供先生は、見返すアニメだったらね、やっぱガンダムとかね。ガンダム何です？見返す、あ、劇場版のガンダムの逆射かな、じゃないですか。いや、でもね、逆射ですね。逆襲のシャア、ニューガンダムとか出てくるね。アムロとシャアの戦いの物語はよく見返しますね。それぞれ何回ぐらいやってるんですか？
あのね、小学校の頃は本当にすごい毎日見てたんですよ。本当に。で、なぜかビデオそれしかなかったんですよ。まだね、あの録画とかもうまくできないという時代だったんで、で、それからやっぱりあのなんてかっこいいので、結構何度も見返すので、今でも1年に1回は見ますね。じゃあもうセリフなんかは割と覚えて。それがね。それがね。それがダメなんですよ。ダメなんですか。で、ここが新谷先生がね。最初から全部ね言えますんで。あ、すごい。新谷先生も大好きなんでね。最初から最後までセリフ言えるのすげえなーって思いながら、自分ができるのはそのサザビーが発信する時のガンプラのポーズの仕方ができる。できるね。こういう感じ。映ってないんだけど、すごく面白いんですけどね。見えてないんだけど今すごく面白いですね。ガンダム系はやっぱり見返しますね。皆さんもぜひ見返すのを教えてください。ぜひぜひね。はい。石川なんか昭和43年生まれですからね、そして僕48ですからね。いや、48ですよ。48なのでね、それでいうと例えばルパン三世のカリオストロも知らないけど、もう毎年のように見てますからね。いや、面白いですよね。ね。では続いてそれありますけど、最後になりますかね。最後、漫画家まさかの岩木さん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、関節部分の描き方アドバイスっていうのになってますね。関節っていろいろありますけども、はい。関節、はい、関節、首、関節、腰、足じゃない。でもホワイトボードあったんで、ね、見えてますもんね。書いてますけど、はい、はい、ですね。肘、横からみたいです。肘後ろ、肘後ろ、膝後ろ、膝。膝前、はい。で、関節の描き方っていうなんか、描き方っていうところ、生先生なんか。でも実はこれやっぱ大切なんで、こういうのとか重要ですよね。なんかライン描いてポイントでちょっとタッチつけるっていうのがすごく重要で、あれじゃないですか。だからさっきの石川先生赤もちょっとわかんない。面白い絵だと思うんですけどね。気づいてください。さっきのね、関節の話ですけども、じゃあ線をこうやって2個描いたら関節かっていうと、ちょっとやっぱ腕っぽくないですか。いや、なんだろう、道に見えるし、ね、そう、なんか違うんですよ。違いますよね。肩の筋肉があって、うん、ここに上腕二頭筋ですか、うん、いわゆる筋肉があって、うん、節があって、うん、ここに前腕が入ってくるっていうのがあるから腕に見えるという、うん、手元があってね、うん、なかなか定まらない。あ、そういうのは見えづらい。見えづらい、うん。こういうことですよね。うん、というのが、うん、関節の大切なことなんです、うん、こうじゃないんだよなっていうのが分かっているのが、うん、こうか。まあ、ことはですよ。はい、つまり、大事なのはですね、児玉先生、児玉スパイダーマンが言いたいのは、ここの部分、関節の描き方のここの部分を描きたいんだとしたら、うん、ここの部分、うん、これをしっかり描いてくださいよっていうことです。そうしないと関節がわからないよっていうことですね。そうですね。関節を描きたいんだったら、その前の部分が何なのかっていうこと、これだとわかんないですけどね、うん、これだとわかんないですけども、他の部分をちゃんと描いてこそ関節が描けますよということでございます、うん、はい、そういうこと、そういうこと、はい、はい、ことで、今日もオープンキャンパスありがとうございました。座っちゃおうかな。夏は毎週オープンキャンパスが、はい、だから来週末の土曜日もオープンキャンパスやってますので、やってます。で、コスプレも毎回やってますんで、はい、多分児玉は毎回こんな形なんじゃないかなと思います。時間もこんな形だと思います。はい、ということで、またオープンキャンパスで進路研究に来てください。はい、以上、はい、オープンキャンパス質問回答コーナーでした。でした。あ、これなんか、泥棒みたいですね。